世の半島のおよそ半数が奪われ、大事な奏者も引き裂かれ、半身が残るのみ。まったく、忌々しい関係狐め。世に向かって宣戦布告とはな。うむ、確かにずる賢い敵であれば反逆の意はギリギリまで隠すもの。そなた強気なのだな。穏やかに瞳を燃やすそなたも新鮮というか、惚れ直すというか。当然ようか似合う。誰よりも誰よりも。そういうのだな。そう言ってくれるのだな、奏者。そしてそんな風に微笑んでくれるのだな。わかった。うむうむ、まずはそなたを休息させるのが下級だが、その後には、要はそなたの当然であり続けよう。すなわちローマ帝国第五大皇帝にしてムーンセルに選ばれし、セラフただ一人の神王ネロ・クラウディウスがここに告げる。要はそなたと共にセラフ統一を果たす。これよりは領土奪還、みな世の国取りの始まりである。そなたの魂を取り戻しに行くとしよう。奏者よ、準備は良いか。聞こえますか、神王よ。今こそレガリアに秘められし力を発動させる時。秘められし力？やはりレガリアには秘密の機能があったのだな。ご推察の通り、レガリアの王権を用いムーンセルから魔力を引き上げることが可能です。ムーンセルから直接？そうか、レガリアはムーンセルへのパスでもある。ならばバックアップを受けることも可能だな。神王、そしてお二人のリソースをレガリアへと注ぐのです。うむ、心得た。奏者よ、頼む。この運命、そなたと共に。
捧げよう。お待ちしていました。あなたたちに勝ち目はありません。ここはすでに私の目の中、アンドロメダの檻と化したのですから。彼らの力は半減しています。まさか蹂躙してください。神王よ、これはセラフ内に存在する地脈を利用した結界です。魔力の起点となるセクターを支持します。全て制圧すれば結界は解除されましょう。気持ちいいな。心得たぞ。指示されたセクターを制圧するのだな。私の宝具を一目でカッパした。よほど魔術に長けた参謀がいるのです。便利なものよな。ほう、結界の類か。随分と強力なものではあるが。せえ、蛇に丸飲みにされた気分だぜ。動けなくはないが力が入らねえ。やっ、なんという神王でしょう。こうもたやすく領土を増やすとは。角笛を鳴らせ、戦の始まりだ。待ってな、いい知らせを持って帰るぜ。500体目か。なかなかで踏む踏むよ。はっ、カキタ、よくぞ参った。存分に試合おうではないか。出直すかよ。やっ、敵軍のレジオマトリクスが完成してしまう。急ぐのだ。このままでは我らの敗北となる。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。そうしよう。気持ちよく終わったぜ。そっちの調子はどうだい。炎のバラ、角笛を鳴らせ。戦の始まりだ。待ってな、いい知らせを持って帰るぜ。やっ、切りつける。華麗に決めるぞ。まだまだここからよ。華麗に決めるぞ。はっ、ふっ、はっ、やっ、ふっ、切り捨てる。ふっ、はっ、華麗に決めるぞ。ふっ、切り捨てる。はっ、やっ、はっ。戦隊撃破。一人で戦闘を終わらせる気かない。そうし、戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。おお、気持ちよく終わったぜ。そっちの調子はどうだい。愛の力、思い知ったか。花と散れ、財から不安。まったよ。このエリアをそなたに捧げよう。その調子です。結界を維持している全てのセクターを制圧するのです。良い訓風だ。これは本気でいかねばな。
隠し。バサーカーとの戦闘は避ける。結界魔術で君たちは弱体化してる。結界を解除するまでサーバントの相手は後回しだ。助太刀感謝する。ますます乱戦になってしまうがな。現れたな強戦士。邪魔をするなら叩き切るのみ。いかん、あの劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。
るところを知らぬな。ここはもう大丈夫であろう。先を急ぐとしよう。やるね皇帝陛下、とことん派手な戦いだぜ。神王でしょう。こうもたやすく領土を増やすとは。先を急ぐぞ。全セクターを落とすほかありません。陥落したセクターを敵から奪還し再制圧するのです。たわいもない奏者よ、このエリアをそなたに捧げよう。こいつはやべえか、そろそろ立て直さねえとな。気持ちいいな。浅瀬に追い込まれたんだ。何？
本番やろ。はっ、華麗に決めるぞ。ふっはっ、切り捨てる。やっ、ふっはっ、はっはっはっ、ふっはっ、ふっふっはっはっ、ふっはっ、やっはっ、ふっ、華麗に決めるぞ。ふっはっ、ふっはっ、ふっはっはっ、ふっはっ、やっはっ、ふっはっ、ふっはっ、ふっ。このエリアをそなたに捧げよう。なんという神王でしょう。こうもたやすく領土を増やすとは。まあこういう日もあるか。すまねえ、しくじった。便利なものよな。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ奏者よ。バーサーカーとの戦闘は避け、結界魔術で君たちは弱体化している。結界を解除するまでサーヴァントの相手は後回しだ。やめろ。こちらだ。行くぞ。プラントがいるな。まずはあれを叩き落とそう。ふっはっ、ふっはっ、やっ、兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。はっ、切り捨てる。ふっはっ、ふっ、やっはっはっ、ふっ、やっ。この剣は星のごとく。はっ、ふっはっ、突き込むがよい。ふっはっ、覚悟はよいな。はっ、やっやっはっ、やっはっ、転落の飾りとなれ。ふっ、華麗に決めるぞ。はっ、はっ、ふっ、はっ、ふっ、はっ、切り捨てる。ふっ、はっ、華麗に決めるぞ。ふっ、やっ、ふっ、はっ、はっ、ふっ、ふっ、はっ、ふっ。各走者、戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。はっ、はっ、はっ、ふっ、はっ、ふっ、ふっ。
に捧げよう。なんという神王でしょう。こうもたやすく領土を増やすとは。短期でここまでやるとは呆れ、あいえ感心しましたよ。痛いではないか。駅伝のデジモンマトリクスが完成してしまう。急ぐのだ。このままでは我らの敗北となる。華麗に決めるぞ。この運命そなたと共に開くがよい。間に合ったようだな。
今回の雇い主は働き者で結構。私の毒は甘くしびれますよ。はっ、世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。まさかを倒したな。よし、敵の戦力は大きくそがれたはずだ。これが起きないよい。面倒ですが、私がお相手しましょう。戦線を維持できず、とうとう出てきた。仕上げていこう。やつを倒そう。怪しきライダーよ。味わい深い結界であるが、だが、容赦はせぬぞ。帝国の損害は、貴様の体に払ったから。どうぞご自由に。あなたに私を倒せればの話ですが、荒々しいのですね。味方の損害が大きくなっているな。判断はそなたに任せよう。やっ、諦めて華麗に決めるぞ。ああ、やっ、見ているがよい。やっ、やっ、やっ、はっ、はっ。花と散れ、はっ、財か。やっ、無様にもがいてもらいましょう。無礼者、直すがよい。交換します。切り捨てる。真紅に染めよう。一人も逃がさない。いかん、あの劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。やっ、は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 っ。こんなところか。これは少々焦りが進みましたか。もう少しお役に立てるとよかったですね。やるものです。敵ながらお見事でした。ところで奏者よ、玉の支配領域、仮に奪われた領土を世はそう呼ぶことにした。わかりやすいであろう。何事もわかりやすさ、伝わりやすさは寛容だ。過ぎるのも良くない。あやつは敵なのだからな。さて、九段の玉の支配領域も残りわずか。
一度マイルームへ戻って。何がタマモ支配領域だか、おかしいったらないわ。セラフのすべては私のものよ。タマモ、レガリア、何それおいしいのって話。ウィザードもサーバントもないわ。ありとあらゆる知性体は私だけを見て、私だけを讃えて震えるの。だって私はこのセラフの、いいえ、全世界のアイドルなんだから。貴様は？そう、私、ピンクの魅力をまとってぐんとアイドル力を増した私、ダークエリ、もしくはダークエリザとでも呼ぶがいいわ。コリス、そして私の永遠のライバル。うむなーにその顔、驚いているのね、怯えているのね。ええ、グッドバイブレーションだわ。私こそセラフ全土を脅かす深淵より来たりし暗黒の美姫、ダークエリ、もしくはダークエリザと称えなさい。ダークエリザベートか。そうか、そのままなのだな。残念だ、言葉にできぬほど残念だ。ダークエリオ、もしくはダークエリザ、なんでエリザベートまで言い切っちゃうのよ。まさかこの完璧なドレスチェンジが通用しなかったというの？そう、通用しなかったのだ。共にアイドルとして己を高め合うライバルの声一つ、その麗しの高音を聞き間違うものか。姿は多少変わっているようだが、貴様はまず間違いなく世のヒットチャート仲間、エリザベート・バートリーに他なるまい。ええ、さすがはセイバー、大正解ね。それではライバルよ、世と奏者は所用があるゆえさらばだ。セラフ統一の暁にはいずれまた互いを高め合うべくステージを開こう。スケジュールは開けておくがよい。え、合同ライブ？いいの？私も一緒に黄金劇場で？じゃなくて、そうじゃないのよ、そうじゃないんだから。ん？運命の激突なのよ、私とあなたは。いいこと、セイバー、悪いこともいいことも言わないわ。セラフのトップアイドルを争うライバルとして最初で最後の忠告をしてあげる。逆らわずに私へ、そのレガリアを渡しなさい。マスターともども、手足を引きちぎられて惨めで哀れな芋虫になりたくなければね。いや、それは無理なのだぞ。レガリアは世のものだし、奏者も世のものだしの。そのあたり理解するがよい。何よ、たっぷり間を持たせておきながらそれよこしなさいよ、レガリア。だってあなただけが王だなんておかしいじゃない。それなら私は大王だわ。むむ、大王とな。その胸で大と言われても困る。世は造形に関しては妥協できぬ。ま、奏者よ。胸の話をしてるんじゃないわよ。
ていうか、そんなのすぐにクリアするわよ。大きければいいんでしょ。大きければ。であるな。悲しいが、身体改造のスキルでもない限り未来はない。だが気にするな、ユーは好きだぞ。はっ、分かってないわね。私が言っているのはそんなスケールの小さな話じゃないの。私はセルフのルールになんて縛られない。私が目指すものはただの大王なんかじゃない。とっておきの大王よ。ムーンセルフもはるかに超えてみせる。そう、赤き星たるマルスの星より来たる恐怖の大王、それこそが私。どこかで聞いたような。うむ、とんと思い出せぬ。どこのマイナーな神話なのだそれは。恐怖の大王よ。いたじゃない、わりかし有名になっちゃった預言者が。あの預言を真実にしてあげるの、私が。新しいビッグなスター、すなわちダークエリ・アンゴルモアみたいな。パクリか。やはりそのままなのだな、ダークエリザベートよ。あ、またフルネーム。もうやめなさいよ。まあいいわ、一緒に戦った義理はこれで果たしたから、忠告はこれで終わり。私はもう敗北者にはならない。牢獄も救済もいらない。悪でしか生きられないのなら悪として咲くだけよ。だから誰であろうと容赦はしない。この領域のボスであろうと、レガリアの所有者であろうと、私に逆らうなら後悔するのはあなたよ、セイバー。エリザベート、何かよからぬ様子であったが、うん、少しだけ気になるな。いや、しかし今は領地の奪還が先だ。一度マイルームへ戻って領地奪還の準備をしようではないか。Thank you.
読む奏者と話したいのだが、今日のところは休もうではないか。正に出る世なのであった。日々の戦いご苦労である。世がこうして膝を枕代わりにするゆえ、安心して眠りにつくがよい。うん、そうだな。どうであろう奏者、ならば子守歌の一つでも歌うとしようか。それとも寝物語として月の聖杯戦争における武勇伝をいくつか語り聞かせるとしようか。披露しよう。ローマの幼子すべてが知るものだ。芸術の神ミューズよ、我が喉に宿れ。月の神ディアーナよ、夜に響く歌を許せ。さあ、神ソロムルスの名のもとに全力で行くぞ。奥ゆかしいのだな。この寝たこと宴とコロッセオは10番からがいよいよ盛り上がるのだが。うむ、世の歌が気になりすぎて眠れないというのも酷な話であった。5番から先は次の楽しみにとっておくがよい。今は体を休め、ゆるりと夢の国に旅立つ時だ。休もうではないか。